能登半島地震の被災地、石川県で災害対応に当たっていた陸上自衛隊松山駐屯地の第一陣の部隊が、きょう松山に帰ってきました。石川県で支援活動し、松山駐屯地に帰ってきたのは、第14高射特化隊の隊員31人です。隊員らは今月5日に石川県へ向かい、輪島市を中心に活動。食料や段ボールベッド、ヒーターなど生活用品の運搬やネット環境の整備に当たったほか、被災者から必要な物資の聞き取りなどを行ったということです。昨日現地で第二陣との交代を終え、今日松山駐屯地に帰りました。初めての経験だったんですけれども、やっぱり自然の脅威というものを感じてですね、崩壊した家等々を見たときに、ゾッとするというか、そういう感覚にとらわれました。生理用品の要望とか、高齢の方だと尿漏れパッドなどを欲しいけれども、男性に言ってもあまりどれが何かわからないということがありまして、そういう面ではしっかり要望を聞いて物資をお届けすることができたんじゃないかなと思います。松山駐屯地では今後も部隊を交代しながら継続的に支援に当たるということです。